ある悩みに直面したとき、その悩みに使われるものではなく、全体を広く見てあらゆる場合を考えて、お茶飲みます。それぞれを分析、改めて冷静に見てみるということです。ということですが、わかりました？わからないですね。では、実際にやってみましょう。今回は、髪の毛の硬さと量の多さを基準にして、髪質を4つに場合分け。ゴムは髪が硬くて多いので、こ。その他、硬くて少ない。柔らかくて多い、柔多い、柔らかくて少ない、柔少なければ考えられます。肛門の悩みは髪の種類すべてを考えてみる必要がある。美味しそうだね。次にそれぞれのタイプのメリットとデメリットを考えていきましょう。なおいしい、ライオンヘア、美味しい。みんなおいしいの？えな、おいしい？まだあるよ。なんで髪取ったの？また食べてない。美味しそうだな。本当にそれぐらい？